こんにちは、シュです。今回はリーファ使って裏闘技場やっていこうかなと思います。リーファのリーダースキルが HP80% 以上半減、攻撃4倍、木の2コンボ3倍、3コンボ以上4倍で、この半減あるから五右衛門とかも余裕で耐えれて、マジでめっちゃ強いんじゃないかなって思ってたんだよ、さっきまで。なんだけど連続攻撃とかで普通にね HP80% 以下になんだよね。なんで五右衛門とか来たら普通にやられる。いや、そこ勘違いしてたな。で、これさくら使います。継承こんな感じです。いや、最初このパーティー作った時マジ無敵だなと思ったんだよ。なんだけど意外とそこまでかもしんない。だ、耐久力がやばい。マジで耐久がすごい。なんか思ったのがあれだね、ヨグソトース的な使い方なんじゃないかなと思ってる。っていうのはヨグソトースも別に裏闘技場ってあんまり行く人いないじゃないですか。ただなんか周回として結構強いじゃないですか。あ、いいね、激アツ。これ多分今負けてた、これ使ってないと。うん、もう 80% 切ってるからね。どうしよう、リーファ使おうか。ヨグソトース結構コラボの周回とかで割と使われると思うんだよ。なんかこのリーファもね、周回としてすごいいいんじゃないかな。今回ねサブガチガチだけど、なんだろう、普通になんか裏闘技場とか来なければ、なんだろう、アルテミスとか、あとスピカとか木の変化あるとね、すごいいいと思います。ただ裏闘技場は結構ガチで行かないときつい。何、ウェルドールがいい、ウェルドールがいい、みんな大好きウェルドール、で、これ継承ゼラに毒3つなんだよ。これボス戦で使いたいんで今使おうかな。ここで使わないとボス戦毒3つになりそう。オッケー。さっきウェイと思ったけど、すごい、このパーティー本当に耐久面がやばいんだよ。だから、耐久余裕だね。なんで別にウェイってわけでもなかった。なんでとりあえず耐久しようかな。よし、ここでいきます。ここでリーファ使おうか、リーファ使って。いや、いいね。7ターンなんだよ。いや、これにヘイストあったらぶっ壊れだったね。7ターンだとループできちゃうんで、ヘイストあれば。さすがにそれやりすぎだね。いいんじゃないかな、これで。いや、なんで、ちょっと、連続攻撃を私忘れてた。そうだよね、普通に連続来たら半分切って、その後、だからワンチャン私、オーガの先生でやられんじゃないかなと思ったんだよ。なんだけど、オーガはギリギリ耐えれた。結構本当にギリギリだった。うわ、めんどくせえ。あと25ターンかと。よし、ここでいこう。ここで風神使います。いや、何が一番楽なんだろう。ただ、火力はマジで出る。橋姫以外だったら何でもいい。橋姫以外だったら何でもいいっす。橋姫属性強者なんだよね。あれがなければ全然橋姫までいいんだけど。オッケー、いいね。いや、これこんなキー消す必要ないんじゃない？そうだね。もうちょい温存すればよかった。いや、もったいない。木の2セットとかでよかったかもしれない。そうだね。まあ、オーライでしょう。茨城同士じゃなくて、あいつ一番楽。いやー、帰るか。いやー、ダメか。これ変換してもあれなんですよ。変換色が火なんだよね。いや、耐久性能高すぎ。使おうか。リーファ使います。リーファ使って。あ、待って、これ指ないんだ、このパーティー。全然指、待って、今気づいた。オッケー、1、2、3、4、5、あと1個！よし！これはいった！ほんと火力すごいからね。オッケーよ。さあ、この後どうするかだな。色があんまりない。なるほど。ここで出ちゃうか。いや、ゼラボス専用に使いたかったんだけどな。ここで撃っちゃうか、ゼラ。今、おでどない、桜溜まって桜使っても耐えれんだよね。いや、ただゼラ使おう。なんか火力あるからいける気がする、ボスも。うん、オッケー、いきます。いやー、ゼラ下手だね、ジンが。さ、いや、ジンが下手だな、ゼラ。いや、コンボ加算のか。1、2、3、あと1個合計、危ねえ、これはいった。いや、よ、危ねえ、単発でよかった、単発でよかった、よかった。で、この場でさっきも言ったけど、本当にあれがやばいんだよ。耐久がやばいんだよね。なんでスキルダメが無限にできちゃうのか。私あんまスキルダメ好きじゃないからな。ああ、いっちゃった。木の2コンボ入っていってしまいました。
これね、あのゼロまで貯めようと思ってたんだよ、正直。なんだけど落ち込んで今行っちゃったな。よし、倒しに行こう。私ね、キラーってほとんど遅延なんだけど、このリーファー3体全員遅延3つなんだけど、ゼロだけ3つなんだよ、神キラー。なんで多分これで持っていけると思う。ロック消しといた方がいいよね。ロック絶対消しといた方がいい。クミーのなるべくロック消します。これ火もこうした方がいいか。まあまあまあ悪くないでしょ、悪くない。多分これいけんじゃないかな、無理やり画力で。うん、いや最後だね。いや最後理想ゼラだったんだよな。オデドラのサクラ使えば耐えれそうだね。使ってみようか。オデドラのサクラからのリーファ使って、いや一応3セットある、3セットあればいけんじゃないかなと思ってんだよね。クミーのよいしょ、よいしょ。いやこれ 2way とか意味あんのかな、わかんねえや。ただめっちゃ盤面よかった。いやゼラが持ってってくれんじゃないかなこれ。いやー厳しいか、さすがに厳しいのか。いやでもいいね全然。で耐久力はめちゃめちゃあるから 75% 軽減切れたら持ってこう。でここは次変換、火変換したいんで火は残しとこう。次の変換色、うん、消えてないね。いや強いね、強いけど圧倒的に裏闘技場ではない。いいね。で使います、これ使って。あ、すごい、初めてボイス聞いた。いつも自分の声うるさくて聞こえなかったんだよね。そう、私いつも自分の声がうるさくて聞こえないんだよ、あんまり。こうしようか、OK。多分これで木属性だけどいけるよね。さっき 75% 軽減でこれぐらい削ったから。いや、でもゼラ使ったらワンパンいけてたのかな。ちょっと結構際どいラインだったな。